サッカーフェロー諸島代表。サッカーフェロー諸島代表は、フェロー諸島サッカー協会によって編成される、フェロー諸島のサッカーのナショナルチームである、ランドスリススという愛称で知られている。フェロー諸島の人口は4.8万人である。人口の観点で言えば、ジブラルタル、人口2.8万人、サンマリノ、人口3.0万人と、リヒテンシュタイン。 人口3.4万人に次いで UEFA 加盟国、または地域中4番目に小さな国である。アンドラ7.0万人もサンマリノやフェロー諸島同様の小規模国家である。これまでに UEFA 欧州選手権や FIFA ワールドカップの本大会に出場したことはない。1989年と1991年にはアイランドゲームズのサッカー競技に出場し、 どちらの大会でも優勝した。2000から01シーズンには初めて、ノルディックサッカー選手権に出場したが、この大会はそれ以来開催されていない。フェロー諸島は、デンマークの自治領であるが、アトリー・デカメートル首相が、フェロー諸島サッカー連盟の独立を本国に、働きかけ、フェロー諸島サッカー協会は1988年7月2日に、国際サッカー連盟の員となり、 1990年4月18日に欧州サッカー連盟の会員となった。フェロー諸島代表は1930年から存在していたが、フィファも FSF も1988年以降の試合を公式試合とみなしている。1988年以前における初試合は、1930年6月9日に、シェトランド諸島のラーウィックで行われたシェトランド諸島戦である。 1988年以降における初試合は、1988年8月24日にアイスランドのアクラネースで行われたアイスランド戦である。加盟当初は島内に芝生の競技場が存在せず、ホームゲームは地理的に近いスウェーデンのスタジアムでホーゲーム扱いの試合を行っていた。80年代にサッカー協会は島内のグラウンドの人工芝化を推し進めると、 年間280日は雨が降るという島特有の劣悪な気候に悩まされることはなくなり練習や試合を満足にこなせるようになった。結果として競技人口は増加し選手のレベル向上にもつながった。初の公式戦勝利は1989年に行われたカナダとの親善試合であった。ヨーロッパの自治領、海外領土で単独で フィファおよび UEFA に加盟したのは、フェロー諸島が最後だったが、イギリスの海外領土であるジブラルタル代表が2013年に UEFA に正式加盟した。チェチェンやコソボなどの自治領レベルの協会、ナショナルチームが存在するが、東欧革命以降に誕生したコソボ等の協会、ナショナルチームに関しては、フィファおよび UEFA の承認、加盟が政治的問題に発展する。 可能性をはらんでいる。初めて参加した国際大会は UEFA e ウロ92予選であり、グループ4に組み分けられて、ユーゴスラビア、デンマーク、北、アイルランド、オーストリアと同組となった。その初戦となった1990年9月12日のオーストリア戦では、1から0で勝利して、サッカー史に残るバンクルワセを演じた。当時は、選手全員アマチュアで、 この試合で、ファインセーブを連発した GK は、トラック店主、キャプテンは、水産会社に勤めていた。同予選では北、た、アイルランドからも勝ち点1を奪っている。1勝1分6敗、3得点26失点の勝ち点4で5カ国中最下位であった。FIFA ワールドカップ予選には 1994FIFA ワールドカップヨーロッパ予選から参加している。グループ4に組み分けられ、 ルーマニア、ベルギー、チェコスロバキア、ウェールズ、キプロスと同組となったが、10戦、全敗、1得点38失点で6カ国中最下位であった。UEFA e u ロ9 6予選ではグループ8に組み分けられ、ロシア、スコットランド、ギリシャ、フィンランド、サンマリノと同組となった。ホームアウェーでのサンマリノ戦で勝利を挙げ、2勝8敗。 10得点35失点の勝ち点6で6カ国中5位となり、国際大会予選で初めて再開を脱した。1998FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ではグループ6に組み分けられ、スペイン、ユーゴスラビア、チェコ、スロバキア、マルタ共和国と同組となった。マルタ共和国からはホームアウェー共に勝ち点3を獲得し、2勝8敗。 10得点31失点の勝ち点6で6カ国中5位となり、国際大会予選で2大会続けて、再開から逃れた。u e f a エウロ2000予選では、グループ9に組み分けられ、チェコ、スコットランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、リトアニア、エストニアと同組となった。で、賞3分7敗、4得点17失点の勝ち点3で6カ国中再開だった。 2002FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ではグループ1に組み分けられロシア、スロベニア、ユーゴスラビア、スイス、ルクセンブルクと同組となったこの予選では大きな成功を収めホームでのスロベニア戦22の2で引き分けたほかアウェーでのルクセンブルク戦22の0で勝利しホームでもルクセンブルクを1の0で下して勝ち点7を獲得2勝1分7敗 6得点23失点の勝ち点7で6カ国中5位となり、2大会ぶりに再開を回避した。u e f a エウロ2004予選ではグループ5に組み分けられ、ドイツ、スコットランド、アイスランド、リヒテンシュタインと同組となった。ホームでのスコットランド戦で勝ち点1を挙げ、7得点18失点、0勝1分7敗と得失点差を大幅に改善したが、 6カ国仲裁会に、終わっ 2006FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ではグループ4に組み分けられフランススイスイスラエルアイルランド共和国キプロスと同組となったしかし同予選で挙げた勝ち点はキプロス共和国戦で挙げた1点のみに止まり低勝1分9敗4得点27失点で6カ国中最会に終わった u e f a エウロ2008予選ではグループ B に組み分けられ、イタリア、フランス、スコットランド、ウクライナ、リトアニア、ジョージアと同組となった。2007年6月2日のイタリア戦では77分まで同点を保つ緊迫した展開に持ち込み、世界王者相手に接戦を演じた。予選全体では4得点43失点で12戦全敗であり、7カ国中再開に終わった。 4得点はいずれもロージアビ・ジェイコブ戦が記録したものであり、このうちの2点はイタリアから上げた得点であった。2008年夏には2試合の親善試合を行った。6月1日に行われたエストニア戦には3の4で敗れたが、国際 A マッチで初めて3得点を上げた。ポルトガルには0の5で敗れた。二千十フィ i ワールドカップヨーロッパ予選ではグループ七に組み分けられ、 セルビア、フランス、オーストリア、リトアニア、ルーマニアと同組となった。初戦のセルビア戦にはゼロの値で敗れたが、セルビア戦の数日後のルーマニア戦では、約60分間を無失点に抑え、0から1の僅差での敗戦となった。2008年10月11日に行われた、オーストリア戦には1の1で引き分け、過去4年間の国際大会予選で、初の勝ち点を挙げた。 オーストリア戦とリトアニア戦後、フェロー諸島を3年間指揮したイエグバン、マルティン・オルセン監督は退任を発表した。2009年3月22日には、アイスランドと親善試合を行って2から1で勝利。アイスランド相手に初めて白帽子をあげた。4月5日、アイルランド共和国代表を指揮していた、ブライアンカーが新監督に就任した。 9月9日にはリトアニアに2-1で勝利し、2002FIFA ワールドカップ予選以来となる公式戦での勝利を挙げた。UEFA e u ロ2012予選では、イタリア、セルビア、北、アイルランド、スロベニア、エストニアと同組となった。2010年8月11日のエストニア戦では、アウェーで勝利に近づいた。前半に、ヨアン・シムギエド・ムンドソンが先制点を挙げて、 フェロー諸島がリードし、90分を迎えた段階でも、1から0のままであったが、ロスタイムにエストニアが2得点して逆転し、フェロー諸島は1から2で敗れた。エストニア戦の2ヶ月後の10月12日、トフティルで行われた北アイルランド戦では、格上相手にドローに持ち込んだ。ストライカーのクリスティアンホルストが60分に先制点を挙げ、その16分後に、 北アイルランドのカイル・ラファティが同点弾を決めたが、両者は勝ち点1ずつを積み上げた。2011年6月7日、フェロー諸島はエストニア鬼のゼロで破った。キャプテンのフロデ・ベンヤミン戦が43分に PK で先制点を挙げ、ベンヤミン戦の2回目の PK の際に、アルン・ビョルン・ハンセンダメ押しの得点を挙げた。 UEFA 欧州選手権予選での勝利は1995年以来16年ぶりであった。予選10試合を1勝1分8敗の勝ち点4、6得点26失点で終え、6カ国中再開であった。2014FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選では、ドイツ、スウェーデン、オーストリア、カザフスタン、カー監督が、かつて指揮したアイルランド共和国と同組となった。 しかし、フェロー諸島サッカー協会は、カー監督と新契約を結ぶことはないと発表し、2011年10月26日に、カー監督が退任した。11月8日、UEFA e u ロ1 9 9 2で、デンマーク代表キャプテンを務めたラルス・オルセンが、新監督に就任すると発表された。アラン・シモンセン、ヘンリク・ラルセンについて、オルセン監督は、 デンマーク人として3人目のフェロー諸島代表監督となった。5節から7節までは全てアウェー八8節から最終10節までは全てホームという変則的な日程をこなし、ホームでのカザフスタン戦に1の1と引き分け、10試合で1分9敗の勝ち点1、4得点29失点の成績を残した。 4得点中3得点は23歳以下の選手によるものであり、特にスコティッシュプレミアリーグやデンマークスーペルリーガでのプレー経験がある21歳のハルル・フンソンが2得点を記録した。フェロー諸島の人口はわずか5万人ながら、ホームゲーム5試合で平均4690人の観客を集めた。UEFA ウロ二千十六予選ではギリシャ、ルーマニア、 ハンガリー、フィンランド、北アイルランドと同組となった。2014年11月14日のアウェーのギリシャ戦では、後半16分にヨアンシ・シムーン・エムンドソンが決勝点を決め、1から0で勝利した。さらに2015年6月13日のホームのギリシャ戦でも、前半32分にハリウール・ハンセンが先制点を決め、後半25分にブランドロールセンが 追加点を目、後半39分にギリシャのソクラティス・パパスタソプーロスに1点返されるも2から1で勝利した。この2勝により2014年10月には187位だった。フィファランキングを2015年7月には74位まで引きげた。この他ウェイのルーマニア戦、フィンランド戦でも0の1の僅差で敗北するなど全試合3失点以下に抑え。 失点を改善した。予選10試合を2勝8敗の勝ち点6、6得点17、失点で終え、6カ国中5位で、国際大会では 2002FIFA ワールドカップ、予選以来の再開脱出。2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選では、ポルトガル、スイス、ハンガリー、ラトビア、アンドラと同組になった。今大会予選の組み合わせでは、 フィファランキングによってポット分けが去るがフェロー諸島は上位から組み分けられる6つのポットからポット4に組み分けられた。ホームの試合では2017年9月3日のアンドラ戦で1-0の勝利。2016年9月6日のハンガリー戦。2017年10月7日のラトビア戦では共に0-0の引き分けに終わった。アウェーの試合でも2016年10月7日に行われた。 ラトビア戦で2-0の勝利を挙げるなど予選10試合2勝3分5敗の勝ち点9で終え、6カ国中4位で、国際大会の予選では過去最高の4位となった。なお、試合数の半分以上を勝利もしくは引き分けにしたのも、同国史上初であり、ラトビア、アンドラと史上初の2カ国に勝ち越しする記録も残した。2018年から、 初めて開催されている UEFA ネーションズリーグ2018から19に参加。UEFA ランキングに基づいた抽選によって、最も下のカテゴリーであるリーグ D に所属となった。リーグ戦では、アゼルバイジャン、コソボ、マルタと同組になった。初戦となる2018年9月7日に行われた、ホームのマルタ戦では3得点を挙げて、リーグ戦初勝利を飾った。 フェロー諸島には平坦な土地がほとんどないため、1994年に岩山を爆破する大工事を行って、国際規格を満たすトフティルスタジアムが建設され、2000年には首都トースハウンに天然芝のナショナルスタジアムが建設された。なお、フェロー諸島にはトースハウンとトフティルにしか天然芝のグラウンドが存在せず、トップリーグの試合も、 人工芝のグラウンドで行われる。スコットランド人の声援がフェロー諸島にサッカーを伝えたため英国流のプレイスタイルを基調とし、フェロー諸島ではイングランドプレミアリーグの人気が高い。1980年代にデンマーク人のヤン・モルビーがプレイしていたことなどからリバプール FC の人気が高くアーセナル・スタジアム・ミステリーという映画の中で フェロー諸島が紹介された子から、アーセナル FC も人気がある。非公式試合での最大得点差勝利は、1980年7月2日に、アイスランドのソイザウルクロークルで行われた、グリーンランド戦と、1889年7月6日に、フェロー諸島のトースハウンで行われた、アングルー島戦と、1989年7月12日に、 トースハウンで行われたオーランド諸島戦である。公式試合での最大得点差勝利は、1995年5月25日に、フェロー諸島のトフティルで行われた、3マリの戦3の0である。1988年以前の最大得点差敗北は、1985年7月10日に、アイスランドのケフラビクで行われた、アイスランド戦である。 1988年以降の最大得点差敗北は1991年5月16日にユーゴスラビアのベオグラードで行われたユーゴスラビア戦と1992年5月6日にルーマニアのブカレストで行われたルーマニア戦と1993年8月11日にフェロー諸島のトフキルで行われたノルウェー戦と 1996年10月6日にフェロー諸島のトフキルで行われたユーゴスラビア戦である。FIFA ランキングは過去48ヶ月間の国際 A マッチを対象とする。1993年、1999年、2006年、2018年7月に算出方法が改定されている。各年12月のランキングとポイントを掲載している。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。